大海遊水槽生物ちのショー、目玉の腹筋運動大分マリーンパレス水族館は、大分県大分市の高崎山下海岸にある水族館である。通称は、海卵。1964年に、大分生態水族館、マリーンパレスとして開館。2004年4月1日に、リニューアル開業して、大分マリーンパレス水族館、海卵となった。 大分生態水族館マリーンパレスがおよそ3倍に規模を拡張してリニューアル開業した水族館で約500種1万5000点を展示している。別府湾に面した国道10号大分別府間沿いの別府市との市境まで約 1.8km の位置にある。国道10号及び日本本線を挟んで高崎山自然動物園と隣接しており、 横断歩道橋で行き来が可能である。2013年にトリップアドバイザーが発表した行って良かった動物園水族館ランキング2013の水族館部門で6位に選ばれている。また日経トレンディ2005年7月号の動物テーマパークランキングでは全国第2位に選定された。2015年のゴールデンウィーク観光動向調査における 県内観光施設入場者数で第1位となった。生打ちが復帰をする CM などで2005年に第44回福岡広告協会賞の金賞を受賞している。大分生態水族館マリーンパレス日報本線から見たマリーンパレスラッコ賞一般公開級マリーンパレスは高崎山自然動物園を手掛けた元大分市長上田保の立案によるものである。 世界初の潮流式海遊水槽を実現するなどした水族館で開館から7年間日本国内で入場者数が一番多い水族館であった。また開業以来研究部を設けて学術研究も行っている。別大国道の拡幅工事に伴って休館は取り壊され歩道及び道路となった。ありがとうございます。